巨人を超える4割7分1厘、17の8。巨人を超える外野手25が5試合連続安打をマークした。4回に四万塁で左前敵地打を放ち、3打数1安打1打点。現役ドラフトで楽天から加入し、今キャンプは紅白戦を含めた7試合で17打数8安打の打率.471。日替わり状態だった1番に2試合続けて起用されるなど注目の存在だが、何試合連続安打とか気にしてない。結果に満足せずに邁進邁進したいと力強かった。また育成してしまった。デブってもう走れない言うてたやん嘘つき。現役ドラフトで崖っぷちによることに気づけたんかね。お声取らなかった球団う。楽天ファンそろそろスペルぞ、巨人ファンそろそろスペルぞ。お声活躍したらめちゃくちゃ人気出そうやな。覚醒したならそれはそれでいいことよ。2ヶ月後にどうなってるかいろんな意味で楽しみや。やんちゃな人間って管理してくれる人がいるといいのかも。デイブとの相性がいいんだろ。デイブ時代の楽天に入ってればよかったのかもな。やっぱり阿部が有能なんか。巨人に来て覚醒した選手、中田翔、山口俊、オコエ類、共通点ないよな。在場はみんな違うしな。オコエ世代のトップって誰？やっぱ大阪直美？直美は年齢ちゃうやろ。松井樹里奈、平野翔、山頂薫、渡辺優太の誰かやろ。圧倒的に渡辺優太、時点で山頂。結局ストレス発散が一番重要ってことやな。東京を満喫したオコエに隙はない。原は新しいもの好きだから割と開幕スタメンあり得る。飽きるのも早いけど。楽天には申し訳ないけどあの田舎で遊ぶとこ少年場所だとモチベーション維持するの辛いからな。